森吉火山の悲惨体森吉山は、秋田県北秋田市に位置する標高五4 5 4 2メートルの古い火山である。鉱山体では、多くの鉱山植物が咲き乱れるため、花の百名山に選ばれている。向井学、秋田山とも言う。日本百名山には選ばれていないが、日本百名山の後期には、森吉山、姫神山、 船形山など、いい山ではあるが少し背が足りないと書かれている。日本百名山は概ね標高1500メートル以上を基準に山を選んだものであるが、森吉山は46メートルほど不足している。初めの噴火で、外林山の位置の腰し、前竹、石森一氏ができ、二度目の噴火で、向井学ができたとされている。噴火の歴史的記録はない。地元の人からは、 秋田山と呼ばれるほど馴染み深い山である。江戸時代の北前船は森吉さんを見て方向を知ったとも言われている。また、山頂両線の一の腰、前竹、石森人氏は、残雪時には乳牛の反転を思わせる模様ができ、まだらべこと言われる。前竹近くにある森吉神社の裏には奇妙な形で積み重なっている巨岩がある。この巨石は、 カンムリはと言われ、神社の神体である。巨石の前には、江戸時代の学者である、菅井雅美の下碑がある。巨石には、坂の上の田村丸に追われた、江戸の主張の大滝丸。史実では、坂の上の田村丸はこの地には到達していない。また、大滝丸の伝説は、太平山などにも残されている。森吉神社の遺書書には、森吉さんの岩山に住み、 参拝人に鬼神として恐れられていた大滝丸を坂の上の田村マロが退治した。それを検証するために大道2年807年に神社を創立したと書かれている。冠岩には隙間があり体内潜りができる。菅山澄は二度森吉山に登っており、一度目は降雪があり二の股から森吉神社までの登山となった。二度目は 様マから山頂を経て、栃木沢に降りている。山頂にも、菅井真美の歌を書いた柱が立っている。山頂に、森吉神社避難小屋と兄避難小屋があり、前者は100人、校舎は50人とかなりの人数を収容できる。兄避難小屋の裏手には5分下ったところに、水場がある。森吉さんの北面は、黒森という鬱蒼とした原生林で覆われている。 東側には美しいお花畑が広がる山人平がある。ここには山人と言われる巨人が住んでいたという伝説が残されている。菅江雅美もその伝説を記録している。山人平の出現は高山植物の宝庫となっている。裾野にはナ林を中心とした紅葉樹林が広がり、標高1000メートルを越すと大白びそが優先する。この紅葉樹林は、 樹齢約二百五十から三百五十年に達し、月のワグマや、日本カモシカ等の哺乳類、クマゲラやイヌワシなどの鳥類の希少種の生息地となっている。このため、九百七十三年十一月一日に、国指定森吉山鳥獣保護区に指定されている。六月頃は稜線には、数多くの鉱山植物が咲き、水場所、座禅草、チングルマ、ひな桜、 岩井町、岩鏡、裏城洋楽、筒子、白根葵などが咲き乱れる。1月上旬から3月上旬頃は、アニゴンドラ山頂駅舎から五部のところにある樹氷平で、日本三大樹氷の巨大な樹氷群が見られる。森吉山周遊乗り合いタクシー。ありがとうございます。